ンナを見つけるのが先決だ。すみません、エレベーターでは出過ぎたのよ。カモン、イリオット、メインエレベーターを起動しろ。アウト、準備完了。エレベーターサーブ、1分後に。こちらを援護するぞ。了解。よかった、それくらいなら申し伝えられる。さて、メトロエクソダス続きやってきます。大体予想していた通り、この人ら敵だったみたいなんで、でアンナも吊るさられちゃったから、とりあえずは戦闘。この人ら人間なんだよな。もうセーフなんてなかった。わあ、そんなリフトで下ってくるか。待てよ、グレネードがあったはず。よし、ドンキで来ようだなんてね、ダメだよそんなの。待て、弾が全然なかったんだけど。出て、そうだ、新しい武器もあるんだ。ちょっと弾がね、めっちゃ強い、めっちゃ強い。マジでもったいねえこれ。あー待って、もったいない。よし、もうすでに見つかってんだから、ステルスでなんか無理だな。お、弾があった。よし、こんなところになんでたくさん弾があるんだ。D6 と同じだな。エレベーターまでそっくりそのままだ。そうだな、我々にとっては小都合だ。これならアンナも見つけられるかもしれん。だが施設は広大だ。避ける時間はせいぜい10分程度。手分けして探すぞ。よし、サブ、お前はレーダー室、発電室、貯蔵庫を調べろ。イリオット、お前は私と一緒に司令室だ。アルジョブ、お前は弊社と医務室を見てくれ。おお、了解。わ、もうやべえ人しかいねえここ。っていうか本当に D6 にそっくりだ。お前はこのフロアに。オッケー、ステルスでいけんのかな。おいしょ、薬でもやってそうな人らしか。あ、しまった。アンナが連れ去られた先は分かんない。だがここは馴染みのある D6 とよく似た構造をしている。うん、で待て、早速これどこに行けばいいんだ。あ、これだ。お、ちょっと開いた。わあ、ちょ、待って、弾がね待って、弾が消えた。おいた、よし、よし、弾がねえぞ。おかしくね。これちゃんと作っとけばよかった。突撃アタック。あー弱い。
どっか作業台ないか、この辺。あるわけね。武器交換しよう。わ、めっちゃ入ってる。もうここはステルスなんて考える必要ないな。やべえやつしかいないから。あ、というか、なんであなたらは、あんたらは、銃火器で戦いを挑んでこない？これが本当にセーフ？いや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 。グロい。どうなってんの？薬をやった人たちだけ収容してんの？はいはい。聞く。おっと。うわ。なんだこりゃ。あ、武器使ってきた。いや、骨骨。うわあ、嘘だ。フォールアウトの世界なんだが。おっと。え？冷蔵庫？弾がたくさんある。狂気な世界だ。メトロにはそんなに狂気がないと思ってたんだけどな。ゴロつきはいくらでもいたけど。おかしいな。どう？おお。まだ来る。おっと。待って、なんだ。焼けてる。ここ通れないな。登りたい。登れた。どこへ行く？おお。よいしょ。あ、おっと？おっと？出て。危ねえ。あ、まだいる。で、治療を。さっき頭上で倒しておくべきだった。よし。まだいる。いや、なんか本当に D6 そっくりだ。だってまずこのエリアがさ、ラストライトの序盤にそっくりだもの。うわ、早え。なんだこれ。いや、もう当たり前のように生首が置いてあるし。ハエがやばい。ちょっと物は回収していこうかな。ん？わけのわかんないこと書いてある。いや、どっから叫んでんの。あ、来た。回収。テディベア。こっち開く。いやこれ下にあんのはさ、誰の肉。あ、ちょっとこっちに交換しよう。待って、弾は、あ、弾同じだ。この写真は
よく見えない。2023年5月28。すごく最近だけどな。サーマルの武器か。やる。ああ、来た来た来た。違う。ちょっとこれスコープ外そうかな、後で。出てこい。よし。ちょっとスコープ外そう。これはまた別の機会に。うわあ、骨。何がどうしてこうなる。これが本当にミラーが20年間待ち焦がれていたとこなの。いるな。うわ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 。誰が肉だ。え、もしかして人の肉を食う人ら、そういう人たち。戦争の食糧難からそういう風な方向になった人たち。あ、こっち行けるんだ。おっと、どこ連れてかれた。なんだなんだなんだ。バカ野郎。おお、やりすぎたやりすぎた。あ、もうグレネードが切れた。よし、そんなに弾豊富じゃないからな。節約だ。ワンパン。その武器は交換といこう。回復の今使ってたやつ、ショットガンか。いいね、もらおう。これかな。開いた。いるよな。なんか硬そうなやつ。あ、あれ。ちょ。硬えぞ。あいつごっつ硬いぞ。あ、当たんない。勝った。燃えろ。嘘だろ。硬すぎ。待って、またボロつきも来た。待てやばい。いや、お前どんだけよろめく。よし、
硬い。待って待って待って、まずいまずい。これショットガンにしといてよかったな。なんかないか。で、弾がもったいない。やめ、うわーきつい。よし、出て出て、うわー死ぬ。どうする？どこ行った？え、嘘！これ貫通か。火炎瓶。火炎瓶だな。でゴロツキもやってくるでしょ。あ、まずい。よし、火炎瓶でちょっとひるませてから寄っとこう。え、あれ、なんか次は随分とあっさり倒れてくれた。当たりどころが良かったんかな。強そうな武器ゲット。あんま弾がないな。ちょっと回収しよう。よし、回収 OK で、ん、おわ強っ。なんていう武器なんだろうなこれは。どういうショットガンということでいいのかな。そうだ、これで圧力をかけてちょっと回復して。わっ強い。とりあえずは、うわ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 、なんでどうしてこうなる。よくよく規制されなかったな。うわいつからメトロがこんな狂気に。ロッカー開けれない。よし、あ、あ、大丈夫。アルチョム、信じてた。後ろ。なあ、大臣。そこまで分かったから。ああ、私が言った話は覚えてますよね。
あー大丈夫アルチョム、よかった。すごい流血してるけど大佐に連絡しましょう。なんだここ。どうぞ。私よ、医務室よ。アルチョムが見つけてくれた。廊下の突き当たりにあるエレベーターが指令室に直結してます。大丈夫。でもあまり急がないで、息を整えないと。はい。いやー、なんじゃここ。なんかさっきね、焼却炉みたいのが奥にあったから、遺体安置所。それにしてもボルガ川のカルトより悪い奴らなんていないと思ってたけど、あのサイランティウスと狂信者どもよりね。でも私が間違ってた。下には下がいるものなのね。殺されてもおかしくなかった。危うく食われるところだった。あのクソ野郎、信じられない。元はドクターだったなんて。でもまあいいわ、先のことだけを考えましょう。とりあえずは助かったわけだし。大臣もう倒しちゃったしね。なんか言いかけたけど。司令官、この野郎、お前、この野郎、この野郎、お前。おお、クソ野郎が。よかった、アンナ。私のせいだ、許してくれ。大丈夫だから。こんなこと知らなかったんだ。知りようもない。こんな化け物どもが20年も人を食らってただなんて想像できるわけがない。すまなかった。新兵みたいにのぼせ上がってたんだ。大臣と会えると聞いて浮き足立って、うぬぼれて周りが見えなくなってた。あの人食いどもに敬礼までしてしまった。何が箱舟だ。この化け物どもはうまいことやってきたんだ。モスクワの監視者は市民を騙してメトロに閉じ込めてきたんだ。こくつだときたな。そうね、これからどうする。どうすればいいかわからん。さっぱり。何かあったか、ビデオと。対空防衛施設に司令部。情報は古く、リンクはずっと昔に切れたまま。電気が点灯してる箇所は戦後数年は稼働してたと思われます。そこに何が。カスピアン第一通信センターです。ノボシビルスクにも同様のものが。また私たちをバンカーに引きずり込む。わからないよ、アンナ。だが一緒に決断しなければならない。イリオットを回収は済んだか。ここを出る。お待ちを。出る前にここの破壊を。早くしろ、急げ。終わりました。まだ敵がいるか。あんな言い方をしなくてもよかったろう、アンナ。今回はなんとかなったじゃないか。確かになんとかなったわね。でも次も無事で済むとは限らない。そうでしょ。それは分かってる。だからさ、うわ、おお。すごい嬉しいこと言ってくれてるけど、降ってきたよなんか。ほんと D6 そのまんまだな。な、あ、いた。ちょっと、あ、足場が動いてるから撃ちにくい。これ
でも弾が一番あるから。あれも敵か。よし、おら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 、ちょっと圧力をためよう。ノーッとったった、脱出脱出。ゴロつき多すぎ。正義の復讐。いやいや、もうワンサが来るな。ネズミ並みに来るな。弾が切れた。ああ閉じた。いや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 、ここは壊滅したようだ。今度こそ本物の政府のバンカーを探しに行かないとな。数時間後、ハンザのクソどもを信じてしまうとは。モスクワは司令部の支配下にあると思っていた。占領下にあって戦争は続いているのだと、将軍が命令を出しているのだと、なんという愚か者だ。畜生、もう一度聞くわ。これからどうするつもり？モスクワに戻れませんかね。戦争や政府についての真実を伝えるんです。近づいただけで撃たれるさ。仮に突破したとして、ハンザにどう対抗すればいい？証拠もない我々を誰が信じる？ボルガ川に戻るのは、あそこで暮らすんです。地元民はどうする？我々を歓迎してはいなかっただろう。皆殺しにするか。誰かそうしたい奴はいるか？アルチョムはモスクワにいた時から地上に町を作って定住することを夢見てた。今こそそうすべきじゃない？悪くない考えだが、どうやって場所を探すつもりだ？ひたすら旅を続けるか？オーロラ号のメリットも必要。故障したらどうする？衛星です。衛星だと？この星を離れたいのか？カスピ海に衛星通信センターがあります。戦火を生き延びたんです。そうか、衛星が集めたデータにアクセスすることができればいい。当てのない旅を続けずに済みます。ご先祖を示す地図情報や普通の衛星写真でも大いに助かる。ずっと咳してんの。いい考えだ。でも人食いよりもひどいものがいたら？確かにいるかもしれないが、次は今回よりも慎重にことを進めるさ。それにだ、これよりマシな意見のあるものは？ないわね。じゃあ新しい目的ができたってわけだ。アルチョ、お前の理想郷探しを始めよう。汽笛を鳴らせ。